はい、こんにちは、レトスノーノです。4月8日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。試験直後にこのような話をしている方がいらっしゃいます。あー、今年も難しかったなー。また来年頑張るか。この人たちは受験するだけで満足をしているのか、それとも本気で合格を目指していたのか。まあ、意外と本気になっている方も多いと思います。本気であれば今日という日を本気で生きているはずです。計画したことを毎日愚直にこなしていく。飲み会があってもできるだけ飲まずに帰った後に今日の勉強をする。実際私は受験生だった時そうでした。勉強しない日はおそらくなかったと思います。少なくとも1時間は勉強していました。本気で合格を勝ち取りましょう。それでは本日の3問に入ります。自分の所有する土地を20年間使用などの所有権を行使しないと時効により消滅する丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。これ答えは×ですね。所有権は消滅時効にかかりません。例えば放っておきっぱなしの土地があって、まあ、これが消滅時効にかかるとすると所有権がなくなるということになりますよね。でそしたらその土地どうなるのっていう話になるんですよ。なので所有権は消滅時効にはかかりません。もしあなたが東京に住んでいて沖縄に土地を持っていたと、でその土地をずーっと放っておいたとしても所有権について消滅時効にはかからないんですね。つまり放っておいても所有権が勝手に消滅するっていうことはありません。ただ勘違いしてほしくないのはここからなんですね。ここからの解説です。誰かが占有を始めて、つまり誰かがその土地を使ってしまって時効取得されてしまう、取られてしまうってことはあるんですね。でこれは取得時効の話なんですよ。今回の話は消滅時効の話なんですよね。問題文見ていただくと時効により消滅するって書いてあるので、これは消滅時効の話なんです。で今ここの正し書きのところについては取得時効の話なんですね。つまり誰かが占有してその人が時効取得するっていう話なんです。だから話は違うんですね。消滅時効と取得時効は話は別ですよ。消滅時効について考えると所有権が勝手に消滅することはないですよ。一方で取得時効の話について言うと、誰かがその土地を占有し始めて、まあ20年間ずっと占有したのであれば、それは取得時効によって取られてしまう可能性はありますよっていう話です。分けてちゃんと考えるってことを行いましょう。これは具体例で覚えていただくといいです。まあイメージですよね。ちなみに所有権を行使しないとはどういうことか分かりますでしょうか。本文で言うと土地を使わずに放っておくと、まあそういったイメージですね。まあ難しい言葉も分かりやすい言葉に置き換えることができればイメージしやすいと思います。イメージ学習で短期間で実力をつけることができる、これが個別指導なんですね。予備校に通っても理解できない方、通信講座の動画では理解できない方、独学で調べても理解できない方はぜひ個別指導ご検討ください。理解すべき部分は理解の仕方まで解説いたします。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは問2に入ります。宅建業者 A が自ら所有する土地を10区画の一段の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。 A が案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項説明をさせようとするときは、その業務を行うのは専任の取引士でなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。案内所には1名以上の専任の取引士を置かなければなりません。しかし重要事項説明をする取引士は専任の取引士でなくても構いません。もう普通の一般の取引士であれば重要事項説明を行うことができます。よって誤りだということですね。まあ、基本的な問題なので解けるようにしておきましょう。個別指導では普通の取引士と専任の取引士の違いまで解説しています。しっかり対比して頭に入れておきましょう。では問3、農地法です。山林を開墾し、現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である場合は、法の適用を受ける農地には当たらない、丸か×かという問題ですね。この法って農地法ですね。農地法の適用を受ける農地には当たらない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。農地法の適用を受ける農地に当たります。
農地法における農地っていうのは地目には関係ないんですね。現況で判断します。現況って現在の状況ってことですね。現在の状況、現在の状況は水田ですよね。田んぼです。なのでこれは農地に当たります。よって誤りになります。で、毎回お伝えしてるんですけども、この動画だけでは理解学習できませんので、理解学習をするっていうのであれば、まあ、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイトだったりとか、あと民法の解説書とか、そういったもので調べながら、ぜひ勉強を進めていきましょう。宅建の教材では理解学習まではできませんので、その点は注意していただければと思います。で、自分自身で、理解学習するの難しい、調べる時間もない、調べ方がわからない、どこを理解したらいいかわからないっていう方は、ぜひですね、個別指導ご検討ください。個別指導の動画については左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。